私はキャリアウーマン丸の内のシャレたビルで働いてる。私はキャリアウーマン、どんな仕事もテキパキとこなしてる。私はキャリアウーマン、お客様の声に耳を傾け。私はキャリアウーマン、次のステップへセミナーにも通ってる。私はキャリアウーマン、いつの間にか若い部下を従えて。私はキャリアウーマン、会議も増えプレゼンに追われてる。ある日若い子が言った、私結婚しますと。驚きを隠しながら、おめでとうと背筋を伸ばした。私はキャリアウーマンの通り、大きな仕事を任されてる。私はキャリアウーマン、エステにも通い、トレンドには敏感よ。夜遅く家のドアを開け、待つ人もない静かな部屋。もう慣れてるはずなのに、涙が出るのはなぜ。私はキャリアウーマン丸の内の洒落たビルで働いてる。私はキャリアウーマン、夢を追う日はいつまで続くのか。